はい、ジュゴンです。ということで今回も検証企画やっていこうと思います。はい、ということで今回は第6弾ですね。はい、まあ第6弾に、ね、なってるんですけど、まあ、派生みたいなものです。というのも、まあ、前回の検証企画で、まあ、足元においてのキック力は調べたんですけど、ゴールキーパーの、ね、パントキックについては、まあ、キック力の項目に関係してくるのかっていうのをね、検証していなかったのでね、そちらを検証していこうと思います。はい、ということで今回の検証で使う選手なんですけど、まず上、こちらが、高弾道パントキック持ちの選手ですね。で、マイクラブに、登場する選手で、ゴールキーパーで一番キック力が高い選手、それが、まあ、レジェンドのカーンで、こちらレベマの数値で96になる選手ですね。でもう一人、キック力が77の、ね、選手がいなかったので、まあ、仮に A としています。下は、低弾道パントキック持ちの選手ですね。で、レベマで、一番、キック力の数字が高い選手が、ノーマルのエデルソン・モラエスだったので、そちらと、キック力77の、FP デヘアをね比較していこうと思います。はい、ということで他の能力はご覧のように、全て同じにしています。一応主なゴールキーパーのレベマのキック力はねご覧の通りになってます。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでご覧のようなね結果となりましたね。はい、ということでキック力はもう完全に、シュートのみにね関係していることが、まあ、今回の企画で分かりましたね。はい、なので、まあ、ゴールキーパーにねキック力は、まあ、必要ないという、まあ、言ってもねいいのではないでしょうか。まあ、ディフェンスなら、まあ、シュートチャンスね、まあ、セットプレーとかあるかもしれないんですけど、まあ、ゴールキーパーが上がるチャンスなんてほぼほぼないですし、まあ、あったとして、まあ、後半アディショナルタイムの、まあ、コーナーで、まあ、攻守レベルをマックスにした時ぐらいですかね。で、今回の検証はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よければコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。